生15歳の三井凛花です。凛花って呼んでください。せーの、みんなの妹、岩倉さやかです。漢字は彩る花。
井さんにもう一度来れてとても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。11人の自己紹介させていただきました。北陸アイドル部はですね、今新メンバーが1人追加されて18人で活動しています。顔と名前がね、この一瞬でね、覚えられたら皆さん本当すごいと思うんですけれども、多分覚えられないと思うので、 Twitter、Facebook、ホームページ、最近は何が開設されましたか？インスタ、はい、インスタグラムも開設されました。北陸ひらがな、アイドルカタカナ、部は部活の部で検索していただくと私たちの顔がね、全部出てくるね。はい、はいはい、ぜひ検索して推しメンなんかね、見つけていただけたらなって思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲いきたいと思います。FM 石川さんのピックアップミュージックとして今月使われている曲です。はい。それでは聴いてください。パーン。
元気をお届けする一曲になってます。イエイというところがあるので、皆様よかったら一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。バイバイ。よかったよかったよ。
どうぞ、ごめんね。ヤーコンって野菜なんですよね。はい。あ、そうなんだ。ヤーコンっていう野菜をなんかお肉でバッツで挟んでキングサイズっていうのがあったんですけど、インスタ映えはしそうだったんですけど、ちょっと入らなそうだったのでダブルサイズにしました。なるほど。いろんなサイズがあるんですね。美味しそうです。美味しそう、ね、いいですね。学園祭のテーマが縁っていうことで、去年もクリックアイドルのこのステージ出させていただいたんですけれども、今年も出させていただけたということで本当に素敵な縁だと思っております。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。来年もこのステージに立たせていただけるように私たち頑張りますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございます。お時間は早いもので最後の曲になるんですけれども、最後の曲はですね、もうこの高大金沢工業大学さんが石川県で一番盛り上げるんじゃないかっていう曲をですね、ここでやりたいと思いますので、ね、じゃあゆうた、はい、レクチャーお願いします。はい、最後の曲は Today っていう曲なんですけど、お、出た出た。はい、皆さんと一緒にやりたい振り付けがあるので、ちょっとレクチャーの時間をもらっても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。